ね、海の日です。はい、第299回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。松代はですね、今日の松代は暑くてですね、昨日は祇園祭で、まあ、こちらも生放送やりましたですね、お獅子であったり、みこし担いでたりという形でですね、この町あるセンターから生放送を行いました。今日は本当に暑い 松代でございます。今日のゲストをご紹介いたします。硫黄島遺骨収集についてというお話をお伺いするんですが、硫黄島協会県支部長の栗林直隆さんにおいでいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。硫黄島の栗林さんといえばですね、皆さんご存知だと思うんですけども、映画でありますね、硫黄島からの手紙っていうのですね、まあ、この主人公でありますけれども、渡辺謙さんが演じました映画ですが、これは栗林忠道さんですね。まあ、栗林忠道さんとあと栗林直隆さんの関係っていうのもちょっと、ね、お話ししていただければありがたいなと。はい、栗林忠道はですね、はい、私のおじいさんの弟でありますもんで、はいはい、私からすると、はい、おじいにあたります。はい、もう一人はい、親父の弟、はい、まあ、私からするとおじさんですね。おじさん、はい、硫黄島で戦死しております。あ、ですから親族は2人硫黄島で亡くなっておるわけです。あ、なるほど。まあ、この硫黄島遺骨収集という形で携わったいきさつというのは、そういうお二人が亡くなられているということも関係しているんですか。そうですね、一番はやっぱり、王子と、はい、おじと、はい、2人が戦死しておると、はい、そしてそこに硫黄島に眠っていると、うん、まあ、そういうことで、はい、硫黄島の遺骨収容事業に参加すると、はい、いうことで、がきっかけですね。なるほどね。まあ、これが今忠道さんの写真という形になりますですね。これもちょっと見ていただければ。はい、まあ、これ今硫黄島のこの忠道さんの写真ではあるんですけども、現在の硫黄島っていうですね、まあ、東京それから沖縄それからサイパンからでもちょうど大体同じぐらいな距離だというのですね。これもちょっと見ていただければいいかなと思います。まあ、いかに、まあ、今も重要な位置にあるんですよね、これはね。はい、太平洋にですね、はい、今3000メートル級の滑走路があるのは硫黄島だけです、はい、なるほど、ね、でありますもんで、はい、海上自衛隊航空自衛隊の基地としてですね、はい、まあ、太平洋を守るという意味においては、うん、非常に重要な位置を占めております。うん、これ硫黄島に行くにもやっぱり、まあ、収集に行くにもやっぱり飛行機で行くっていう形になるんですね。はい、入間の基地からですね、はい、C-130 という軍用機に乗って硫黄島に行きます。はい、硫黄島には港はありません。はい、どういうあれでしょう。それは毎年ですね、はい、場所によっては、はい、30センチから50センチぐらい隆起するという島でありますもんで、うん、港を作ったとしても、はい、それは全部干上がってですね、陸上になってしまうわけですね。ですから港は作れない。作れない、はい。まあ、これが硫黄島の前景みたいな形になりますね。で、今飛行場があるっていうと、昔の本山飛行場というですね、はい、ここですか。ここの位置にですね、はい、現在3000メートル級の滑走路を持っております。うん、なるほどね。で、この中で、あれですかね、栗林さんたちがいろいろな場所を選びながら探すっていう形になるんですか。ね、今はこの硫黄島のですね、うん、全部どこでもとにかく調べまくるという形で、うん、やっておりますもんで、ただこの調べまくるのはあくまでも、うん、専門の業者の皆さんが、うん、厚生労働省の委託を受けてやっております。なるほどね。で、調べ上がったものを、はい、私どもが、まあ、収容しに行くという形になるんですかね。はい、まあ、これもなんか国の責務でやりましょうみたいな形の、戦後70年で集中調査をしましょうみたいな形ですね。これ新聞にちょっと、これは、26年の5月っていう形で載ってましたけれども、まあ、これ硫黄島、まあ、ここだけ今やりますと、これだと21,900名が向こうにいらして、で収容したのが、その半分だという形ですね。
であと半分はまだ未収容っていう形なんですね。その50% ぐらいのところまで来てるという段階ですね、うん、そうですね、はい、まあ、これ の,、まあ、あの今70年経ってしまったからっていうと、まあ、だいぶ皆さんもね1歳だったら70歳っていう形になってしまうので、まあ、これも早くやらなきゃいけないっていうのでこういう一の皆さんもですね、うん、70代の後半にもなっておるし、はい、または80代に入っておりますから、ええ、本当に、今やらないとですね、ええ、維持の皆さん に, の、うん、にとってですね、はい、自分の肉親のご遺骨を本土に運んでくるということはできないんですよね、はい、ですからもう時間もないし、はい、またご遺骨自身が風化してきますから、ええ、まさに緊急を要する、うん、そういう時期に来ておるというふうに理解しております。なるほど、ね、まあ、これ言ってただ掘るってわけじゃなくて、まあ、前例みたいなのあるわけですよね。なんか調査するとかっておっしゃってたんですけど、はい、それは収容というものは、はい、その前にですね、うん、そのまあ、専門業者の皆さんの、うん、発作があるわけでありまして、うん、発作というのは、大型の重機を使ってですね、はいはいはい、号を探したり、うん、まあ、ご遺骨のあるような場所を見つけるということですね、うん、そうしますとそこにですね、うん、対策立ち会いといって、はい、我々遺骨遺族の代表がですね、はい、そこに行きまして、ここに収容団を入れるかどうかということを厚生労働省の皆さんと協議するわけです、うん、そして決定して、そしてそこへですね、収容団を送り込むという形なんですね。なるほどね。だからいくつにも段階を踏んで収容を迎えるということです。なるほどですね。うん、まあ、一旦これじゃあここ行くよって言った時のその人数的なものってのも全て計算出して、じゃあ何人募集かけてっていう形になるですか。そうですね、うん、まあ、収容の前にある立ち会い団がですね、ええ、行きまして、その号の規模であるとか、ええ、そこに眠っているご遺骨のを推定するような形を取りながらですね、はい、まあ、何人ぐらいが今回は必要なのかと、うん、またどのぐらいの作業があるのかと、ね、どれだけのまた日数がかかるのかと、はい、いうことを、ね、まあ、見積もってですね、うん、やっぱりそれは大事なことだと思います、うん、なるほどね。まあ、これ実際にあれですね、行った時の写真を撮ってきていただいたっていうので、まあ、お借りしたんですけど、これまあ実際これがすり鉢山っていうんですかね、ちょっと有名なとあれですよね、はい、これ米軍が上陸した、はいはい、すり鉢山と東海岸ですね。これが今先ほど言いました重機が入って今、はい、あれですね、まあ、養豚っていうのは、はい、行方に、まあ、幾段にもですね、はい、海岸段丘がありますから、はい、その段丘面をね、はい、ほじくるとですね、このような号が出てくるんです。で最初にとにかく専門業者の皆さんにはこの仕事をしていただくわけですね、はい、これが見つかった号ですね。なるほどね。もうどん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 こういうふうに段丘面に号が 見えてきます、まあ、これもまた違う場所ですね。ずっと号がついてますよね、段丘面に ね、 すごいですね。しかしこれは実際にはこういう掘ったから見えることであってですね、実際には号っていうものは分かんないわけですよね。分かんないように作っているのが号ですから。そうですね、はい、これだから大変な作業をして見つけていただいたわけです、うん、なるほど、ね、これはどういうあれですかね。これは集団埋葬地でですね、はい、米軍がダンプカーに日本兵を、はい、無造作に入れてですね、うん、それを谷間に埋めたんですね、うん、その谷間に埋まった、うん、そのご遺骨をですね、はい、まあ、たまたま偶然にですね、これ7メートルから8メートル地下にありますから、まあ、それが見つかったということでですね、そこのところを段丘面をほじくってるわけです、はい、でまあ、これがご遺骨ですね。こういうところでご遺骨出てきていますね、はい、まあ、一旦白い袋に入れるという形になりますね。これは先ほどのように集団埋葬地ではありません、ええ、これは上から艦砲射撃、空爆等でですね、ええ、まあ、骨がコッパみじんに砕けましてですね、うん、そのコッパみじんに砕けたご遺骨がですね、はい、この層の中にこ
こうずっと出てくるんですね。ですからその層を探りながら、ええ、その遺骨を拾い集めてるという作業です。これ大変な作業ですね、はい、これなんかふるいにかけるとかってずっと向こうからやってきてる進めてきてるんですよ。これあそして、はい、こういう場所は根気のいる仕事ですね、うん、だから場所によって全く違うんです作業。なるほどね。これはなんか栗林さん、ええ、これは私でありますけどもね、うん、今その黒い層を探してですね、うん、そこにまあ、コッパミシンになっているですね、遺骨を見つけてるんですね。なるほど、はい、目で探すという形ですね、はい。まあ、これ見るとあの眼鏡をかけていますけど、え、これはもう砂飛んできますからね、目に砂が入りますと作業になりませんから。なるほど、はい、もうここは強風なんですか。そうですね、海岸端ですからさらに風の強い場所ですね。なるほどね。これはまあ収容されたところ、はい、収容されたものはこのように、はい、まあ、ビニール袋にですね、包んで、はい、で、まあ、包んで、全部集められてですね、いよいよこれをですね太陽にの光に当てるんです、うん。まあ、光に当てることによって、はい、まあ、土色のですね、遺骨は白骨化して白くなってくるんですね、で白くなって硬くなる、はい、そこでハケやいろいろなので土を払いながら選別をしていくという形に入ります。なるほど、ね、はい、これは統治家の中ですね、はい、これも同じですかね。これはもう豪の中です。豪の中、豪の入り口です。これはかなり大きな豪の入り口ですね。そうですね、みんな立って OK ですもんね、はい、しっかり頑丈にできてますね、はい、こちらの方、これは豪の奥の方に入ってますね。約50メートルぐらいは入ってますね、うん、なるほどね、うん、だんだん暑くなってきてます。あ、まあ、顔なんか見れば真っ赤だ、赤いですね、真っ赤だと思いますね、はい、まあ、長時間は無理なところもあるんです、そうです。これは収容されたご遺骨をですね、はい、法事といってですね皆さんが胸に抱いてですね、はい、これで宿舎に戻るんです。で宿舎には安置室がありますから、はい、そこに置くんですね、はい。こちらはどういうあれですか。これは妖刀のですね、はい、西海岸の方なんですが、西海岸からすり鉢山を見てるんです、その海岸はですね、船がたくさん沈みました。その沈んだ船がですね、うん、現在隆起してですね、地上に出てきて、そのまあこれは沈船と言いますけどもね、はい、その沈船が今目に見えるようになったということなんです、はい。あとこれが今栗林さんとで出してらっしゃる、妖刀協会の解放という形ですね、はい。まあ、妖刀協会はですね、はい、このように解放、まあ、遺族の皆さんのですね、はい、解放を作って、はい、交流をしたり、はい、あとはとりわけですね、はい、この遺骨収容作業に、ね、はい、参加要請があって、ええ、そしてそこに参加するということをしたり、またはそれのできない皆さんも大勢いますから、はい、まあ、お参りに順番に行くと、はい、ということで、そういう、まあ、慰霊順拝の、はい、事業も大事なやってらっしゃるんですよね、はい、事業ですね。こう遅くなりましたけども、あの表彰されるということでですね、厚生労働省社会、援護局長さんからという形ですね、この7月の29日に、東京行って、いただいてくるって、霞が関行っていただいてくるということ、これはどういうあれですかね。これはあの遺骨収容にですね、はい、まあ、参加、何回も参加したということで、うん、厚生労働大臣がですね、はい、まあ、感謝状を送るということで、はい、まあ、こういうことは思ってもいなかったんですけど、まあ、こんな機会が得られましてですね、はい、まあ、ありがたいことだなというふうに感じております。なるほどね、はい、ありがとうございます。あとこういった写真も、ね、市民新聞に載せていただいたという形で、まあ、これも猫ぐらいの黒いあのあれだっていうので、これは、何でしたっけ。これはあの小笠原おこもりでありましてですね、はいはい、私も元理科の教師でありましたのでね、はいはい、こういうその絶滅危惧種のめったに見ることのできない、はい、こういう動物にですね、はい、出会うという、まあ、そういう機会もあったわけです、
まあ、そんなところをですね、はい、心に非常にこう感動がありましてですね、まあこれこのことにつきまして、うん、市民の皆さんにお知らせをしたいなということで、はい、記事にしたものです、ね、ああそうですか、はい、まあ、今その理科の先生だっておっしゃってたので同じ市民新聞ですけども楽しい科学という形でこういうものもまた出て、ね、あの発表してはいるんですけどもこれも何年も続いていらっしゃるんですか。そうですね、4年と5ヶ月ばかり。あ、そうですか。続いておりましてですね、はい、まあ、なんとか月1回の4年5ヶ月ということで、はい、まあ、1回でも多く、はい、この子どもたちやですね、はい、皆さんに科学が好きになってほしいということで、うん、まあ、今頑張って書いておるところです。ああ、なるほどね、はい、最後になりますけどこの遺骨収集に携わってみてね自分の気持ちだとか考え方っていうのはちょっと変わったことはありますですか。そうですね、最初はやっぱり養豚に行ってみたいというね、行ってみたいっていうその気持ちが強いことですよね、うん、それからまあ遺骨収容することによって、はい、そのやっぱりこのどういう状況で、ここに護衛霊が眠っておるのか、はい、それが見えてきますから、うん、まあ、そのことを通してですね、はい、やはり本当に大変な目に遭いながら、ね、この日本を守ろうとした、うん、その兵士の皆さんの気持ちが伝わってまいります、うん、まあ、そういうことでですね、はい、その恩に報いなければということで、はいはい、1回でも多くとにかく自分にできることは、うん、収容に参加することなんだと、うん、はい、いう思いを今現在強くしております。ああ、そうですか、わかりました。まあ、本日はですねこの遺骨収集の本当の一端という形でお聞きしましたけども、まあ、あの体に十分気をつけてですね、まあ、引き続いて頑張ってやっていただければいいかなというふうに思いますので今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いや、皆さん、はい、今日はすごいっていうか、素晴らしいというか、大変というかね、本当にあんまりご苦労をね、いただいてるんですね。で、もう本当にね、今、栗林さんのお話を伺いしたね、本当に頭の下がる思いですね、ご苦労されてましたね。ね、まあ、今まで全然知らないことを ね、聞かせていただいた。よく存じ上げなくてね、はい、本当に頭も、はい、真っ白にもこういう方がいらっしゃるという。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。で、お知らせ、来週ですね、これも7月24日、日曜日ですけども、はい、こういったものを、ね、やりますね。それから、かえ、これね、音楽。音楽、はい、音楽、音楽やるんですよ。勉強してねえから。音楽やるね、はい。それからね、もう一つ、7月21日、木曜日、ね、これはね、まつるまちづくり研究会、はい、ね、まあ、これどういうふうにしましょうかねっていうのでね、まつる駅舎のかあの関係ですね、うん、どういうふうにすればいいでしょうかねって言って、はい、ワークショップみたいなことをちょっとねやるつもりでいますのでね、はい、ぜひご参加いただければなというふうに思います。はい、ね、はい、よろしくお願いします。はい、それでは来週、はい、来週はすごいよ、はい、来週すごい300回になっちゃって、いやー、300回すごいですね。じゃあこれはね、はい、皆さん呼んできてね、うん、そうですね、宝物館のね、古谷課長補佐さん、ね、それから真っ白観光親善大使だ、小松姫ちゃん、ね、それで皆さんでお話しする、うん、そうそうそう、ということで、うん、内容的には内容的には、だからこういうお話しするんです。あ、それは真田丸関係、三田さんじゃねえ、日本馬さん、日本馬さんと宮坂さんとね、だからみんないろいろ携わって来ていただいて、ね、いろんな話できる。それではですね、内容的には、うん、古田さんにお伺いするんですね、いろいろ、まあ、今更聞けない真田家の話みたいなのがいきますね。で、今度はあの親善大使は日本馬さん、日本馬さんがパーソナリティで、うん、そうそう、親善大使のお二人に、うん、何を聞くか楽しみだね。そうですね、うん、また分かんないから、どんなことを聞くかね、そう、楽しみです ね、いや、私はね、うん、もう決まってるんですよ。そう、うん、
飲む話し飲む話はお伺いしない。そうか。いや、ね、私もほら勉強不足で行けないんですけども、うん、あれ短めにね。はい、わかりました。短めにね。信之さんこちらにおいでになったのは1622年なんですよね、松戸においでになったの。で、小松姫が亡くなったのは1620年で、2年前に亡くなってるんですよ。なのにこちらの松戸でね、すごく小松姫有名じゃないですか。だからそこら辺はどうして小松姫有名なのかなっていうことをね、ちょっと私はお伺いしていると思います。はい、ちょっと了解でございます。言いました。はい。はい、で、ね、ちょっとね、そうですね、待って、はい、これ見てください。何ですかこれ。これ何ですこれ。ウェア。T シャツ。違う、T シャツじゃない。後ろ見せろ。あ、後ろ、はい。はい、スタッフ代表。入ってないな。何？いや、年号が。年号なんか入ってない。年号じゃない方がいいんだ。いつでも着れる。こういうの、これね、みんなね、真田丸に関係してる人だ、スタッフの、わかりました、はい、真田丸ね、そう、はい、で、これもね、まあ、真田丸ショップでもね、ちょっと売ってます、あ、そうですか、うん、スタッフって抜けてますけど、わかりました、そういう形で、はい、わかりました、来週またね、いろいろと聞く、ちょっと短めじゃなかったね、あ、ごめんね、はい、わかりました、じゃあそんなこと、それでは来週のしゃべくれますろう、どうぞお楽しみに、楽しみに。じゃあどうぞあちらの方へ。はいはい。